あ、じゃあちょっとね、ここで食べながらね、はいはい、ちょっとお便りが、食べながらお便りでちょっと失礼ですけど。堂々と言いますけどね。じゃあご紹介しますか。はいはい。はい、うん、くるみさんからいただきました。ありがとうございます。木の実ですね。あ、どうもありがとうございます。はい、今回、うん、お、大好きな古川さんが、ヒロアカラジオゲストということで、どうも、嬉しくてメールを送らせてもらいました。ありがとうございます。古川さん演じるシクラ君は、とてもクールで、静かなイメージなのに、とても強く、バトルシーンは力強くて迫力があり、とても興奮しました。やったー小学生か。本当にシクラの人小学生みたいな。残念ながら。あれ子供みたいな。いや、さて、シシクラくんといえば、目が細いことがコンプレックスだと言っていましたが。はい。古川さん。全然気にしなさそうだけど。ラフだな。はい、3人。個人的なコンプレックスはありますか？個人的な、カジさん。ちょっと、肉スプラッシュが。肉のタレが。プルスルトラしちゃいました。ごめんなさい。台本に、台本に、ラジオだから見えないんですけどもね。そうなんですか？コンプレックス。3人に、個人的なコンプレックスはありますか？コンプレックスって言いたくないから、コンプレックス。突然、このハッピーな、おめでとうつってる中でコンプレックスの話します？します？何ですかね。でもいや、だからそれで言ったら、このさっきね、山下くんが、はい、脱いだらすごい話してたじゃないですか。脱いだらすごい。いや、僕は、はい、顔が丸いので、顔が丸いので、なんだろう、つきやすいんですね、まず顔に。あ、肉が。どこか先に、顔に、顔からつきやすい。だから、よくあるあるなんですけども、冬場って、長袖とかね、長ズボンとか履いて、顔以外の肌ってほとんど見えないじゃないですか。そうですね。肉部分は。だからその、顔から想像するボディを皆さんこう、自分の中でイメージするんですよ。うんうん、で、夏になると薄着になるから、腕、足出るでしょ？出ますね。僕そこにはつかないので、はい、うん、あれ？痩せた？って言われるんですよ。いやいやいや、僕はないけども、もともとこうって思います。だから顔だけ隠して歩きたいよね。ダメダメダメ。そう、危ないし、不審者だし、歩けないし、だからそしたら、あ、痩せてる人歩いてるなって思ってもらえるのにさ、いや、お腹も別に出てないですよ。そうですよね。うん。知ってます、僕は。なんで知ってんだよ。お前なんで知ってんだよ。なんで、堂々と言うな。なんで、なんで知ってんだよ。いつ、え、なんだ、なんだ。もうやめろ、怖いな。お気を、身に覚えがないやつやめろ。見てますからね、やめろ。いやいやいや、さすがだな、この子。いやいや、怖いんだ、こいつが。